9月27日、最近ずいぶん涼しくなった。掃除機を出すのが面倒な私は、畳の上をほうきで掃くのが気に入っている。新しい家族が増えました。それはずっと前から欲しかったボストンファーンという観葉植物。ねえ、元気？お腹空いてない？植物と動物に囲まれている時が一番幸せ。食事を邪魔されて実は怒っているジャスミン。さあ、一息入れますか。お茶ができるのを待っている間に、無印良品で買ってきた布マスクをつけてみよう。使い捨てのマスクは環境に良くないそうだ。だんだん外が暗くなってきた。私の好きなお店、ケユカで買ったストローを使って飲んでみよう。環境に優しいから嬉しい。今年の十五夜は10月1日。以前白玉団子を作った時の要領で、今日は団子を作る。せっかくだからみたらし団子にしよう。日本にはお月見という文化がある。月を眺めながら豊作を祝う行事のことを言う。お月様に団子とススキを備える習わしがある。自分の好きな食べ物を自分自身に愛情を込めて作ってあげる。自分に優しくする時間。自分の好きなことをすることだけが自分に優しくするという意味ではない。落ち込んだ時、悲しい時、そんな自分の気持ちを押し殺したり否定するんじゃなくて、ああ、今は悲しいんだね。今は落ち込んでいるんだね。いいよ。そういう時があっても大丈夫だよ。そんな風に自分の気持ちに寄り添ってあげる。秋といえば金木犀の香り。一足先に金木犀のお香を焚いて秋を感じよう。
若い頃の私は苦しみや悲しみで胸がいっぱいになると甘いものをたくさん食べてみたりジャンクフードとかぐいしてみたりクラブへ行って飲めないお酒を飲んで踊り明かしたりそう自分のネガティブな感情を麻痺させればいいと思っていた。けれどブラウン博士のスピーチを聞いてショックを受けた。痛みや悲しみを麻痺させれば麻痺させるほど喜びや幸せというポジティブな感情まで麻痺していく。人間は都合のいいように自分の好きな感情だけ選んで麻痺させることはできない。だから私は自分自身に言ってあげる。It's okay not to be okay sometimes.